ちゃ。こんにちは。わからんわからん。何がわからないんですか。わからんよ、これやってみなきゃ。やってみなきゃ、最後までわかんないですか。何事も。何。A クラス争いです。わからんわからん。これがね、大変なことになってますね。切羽ともに。そうだな。はい。もう優勝はまあセリーグが阪神、パリーグがオリックスっていうのはもうなんとなく。まあセリーグの2位も。はい。まあ、なんとなく広島かなというね、はい、DeNA との直接対決で、うん、まあ、負けなかったからね。そうですね。だから、まあ、広島が逃げるかなっていうふうに思うよね、うん、2位で。9月6日時点で2位広島と3位 DeNA が6ゲーム差あるので、はい、もうちょっとここは広島に死守、まあ、戦い方を見てると、うん、やっと歯車があってきたってガーッとくるような、うん、感じでも DeNA はないもんな、もたもたするもんな。そうですよね。逆にカープはやっぱりあのサヨナラで2試合行ったっていうのも大きかったですね、直接。いやもうね、戦い方がね、やっぱり広島うまいというか、はい、一体感があるっていうのは、うん、3対0で今永、はい、慌ててないんだよ、うん、なんで慌ててないかっていうと、はい、5回までに100球投げさせてるんだよ。俺がパッと見た時に、今永もう100球投げてんだと思って、これ中継ぎに繋いでいくのはしんどいぞと思ってたの、はい、そしたら今永から6回か7回か7回ぐらいか捉えてな、捉えましたね、捉えたな。だからああいうさ、球数をこう用意して投げさすっていうのがさ、うん、そこら辺がやっぱこうちょっと長けてるなっていう感じがする。一体感があってる、しつこさとかカープの、うん、だから無駄に打ちに行かないと初球から。そうですよね、うん、だからもうここら辺は10ゆっくり料理してやるみたいなさ、うん、慌てんな慌てんな慌てんなって、うん、待って待って待たして、はい、ここだって言った時に代打、うん、相澤がツーベースでな、はい、2人返してみたいな、はい、で小園が仕上げてみたいな、はい、で最後デビッドソン、デビッドソンの一発っていう、まああの勝ち方なんかやっぱ組織として勝ったという勝ち方なんかもう見事だったな。そうですよね。で今回の動画は何かというと、やんの、いや、このその話じゃない。違います。今回は CS 争いの最新版です。はい、また豊が逆目を言うからよかったみたいな。え、こう言っちゃったんで不安だなって、ほっとけば。そうですね、そういう話題の動画にもなっていますが、今日はセパ両方の CS 争い、はい、じゃあ A クラスに入る残りのチームはどこだ。まあ、セリーグは、はい、まあ、阪神、広島、はい、これはね、ほぼ決定的と言っていいよ、うん、ね、あとは DeNA と巨人、はい、もうここの一騎打ちだよ、はい、で現在動画を撮ってる時点で2ゲーム差、はい、2チームとももと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 してる。そうなんで、行きたくないんかいみたいな。どっちも抜けない。いや、どうぞどうぞみたいな。いや、もううちも負けますからいいですよみたいな。まだいいですよみたいな。一緒に負けちゃったりとかするんですよね。結果が浮き出るような戦い方してないもんな、2チームとも。そうなんですよね。現在21試合両チーム残しているというところで、はいはい、DeNA と巨人はそれぞれ直接対決が4試合あるというところで、はい、うん、じゃあどっちが有利なんだろう。これからその21試合で対戦してくる、当たってくるチームの数、相性のいいチーム悪いチームあると思うんですけども、まあ ね、それも含めてまず DeNA が嫌なチーム、まあ、嫌なチームは広島だよね、はい、まず負け越してるのが広島、はい、すごく嫌だね広島は多分。そうですね、だって勝ち上がったところで広島とだからさ、どっちにしたってそうですよね、どっちにしたってそうだね。でその広島とは、まあ、2試合残している。そう、あと巨人が嫌だよね。そうなんです。でその巨人とは4試合残している、はい、で阪神さんとは2試合なので合計8試合ですね、嫌なチームは。でもね、8試合残してるけども、うん、割と得意にしてるヤクルト、はい、これを8試合残してる。おお、ということはチャラという。あ、そうですよね、差し引きゼロ。チャラ、はい、でなお中日が5つ残ってる、はいはい、あら、ラッキー、ラッキー、そうですよ。怒られちゃう、怒られますね中日に。 DeNA は中日に今シーズン14勝を5敗、はい、かなり勝ち越してますね。まあ、まあ相性はいいよね。そうですよね、うん、ただこの野郎と思わせないよ、うんうんうん、怒らせない、怒らせない。怒らせたらお前、小笠原、まあ、柳、はい、もう一人誰かバーン突っ込んでくるぞお前。高橋宏斗なんか許さねえみたいな、高橋宏斗みたいな。そうですよ、灯籠3本前になったらややこしくなる。だその相手のエース級がどこに、うん、まあ、中日に遅く上げてるじゃないですか。なるほどね。
もうお中元もお歳暮も渡してますよね。おそがいなかったらどうなってるんですか、ね、はい、ほんとひどいことになってますひどい、いやいや本当にそうか、そう、そのこう暗黙の何かが伝わってるかどうか中元ないですか、ね、ダメかまあ巨人はい一歩巨人、ね、はい、まあ最大は苦手は阪神、そうなんですよね、5ゲーム残ってる、その5ゲームの中で12日から当たるんだけども、はい、一番乗ってると思う、マジですよね、マジックが多分一桁になってるんじゃないか、だからなんとか加速つけて勢いでどんどん行っちゃう、一桁になったらそのチームのまとまりって半端なくなるから、そうか、あとファンもそうですよね、もう一体感、もうね竜巻の中でゲームやってみたいなもんだ巨人は飛ばされちゃう、いやそりゃそりゃ嫌だよ、そうですよね、だからここら辺はやっぱこう巨人不利だよな、12、13、14の甲子園での直接対決、 DeNA は中日と当たってる、あこの時にお得意さんに、お得意さんと、いやいや本当にどこですか球場は、横浜、あハマスタなんだ、そうそうそう、そうかそうか、ね、で巨人はその阪神と次当たるのっていうのは中日なんだ、あ中日バンテリー、そうか、だけど DeNA はヤクルトだ、あ愛してるのにお得意様といやだからこれは流れ的には DeNA かなっていうような感じがするんだよね、ちなみにじゃあ阪神がその優勝するであろう時期っていうのは大体どこら辺に、まあ、16、17、18この時に阪神っていうのはどこと当たってるんですか、阪神はドラゴンズ、あドラゴンズか、そこを逃すと次が20とか21ですよね、阪神優勝の目っていうのは、まあ だね、そうするとそこの時阪神っていうのは巨人、ここで絶対甲子園でやっぱ胴上げしたいですよね、もう本当だよ、ね、ライバルチームの目の前で、ね、そうですよ、これはやっぱ巨人、やっぱ DeNA がやっぱ日程とか対戦相手、うん、どの時期に当たるかとかいうことも考えたら、はい、まあ、DeNA の方が有利かなっていう感じがする、なんかそういう気がしますね、うん、巡り合わせも合わせて、ただじゃあ阪神は下から上がってくるとすると DeNA と巨人だと当たりたくないなとかってあるんですか、あ巨人とは、あ DeNA とは当たりたくないと思うな、そうか、だとするとやっぱ巨人、明確なやつがいるから、いやいや牧と宮崎この2人でやられるって、そうだ、それもこの前から佐野が変わっちゃったからさ、そうだそうだ確かにやだわ、で今なんか勝てないけど打てない、ね、あでもなんとかなってるんだけど、はい、東がいる、うん、いますね、で石田も調子が上がってきた、うん、やっぱねどちらかというと嫌なのは DeNA じゃないかなっていう、だからといってわざと負けるみたいなことはしないと、あそうです、ね、まあ、例えば優勝が決まった後にまだその3位争いが決まってなくて再起ができるんだったら、うん、いやもう巨人に勝たしとけみたいな、うんうん、まあ、ないでしょうけど、うん、そういう思いはある、ね、でも巨人は上がったところで広島にめちゃくちゃ弱いんで、もう何なのかいや本当にそうか、うん、そうかめちゃくちゃ弱いし DeNA もめちゃくちゃ弱いんで、どっちしろカープの壁っていうのがある、まあそうだよそうだよ、あだからカープを疲弊させるのはどちらかということだよね、もうそこですね、そうなって疲弊させるのは DeNA だ間違いなく、うんそうですね、そうそうそうか、ただまあ日程と巡り合わせで見るとどうやら DeNA が3位に行くんじゃないかと、まあそうだな、まあ、日程とやっぱ残した数で残したチーム、はい、まあ、それ考えると、うん、やっぱ DeNA っていうのは、まあ、広島、巨人、阪神に、まあ、分は今年悪いんだけども、はい、ヤクルトに大きく8試合残してるということと、はい、まあ、中日には5試合残してるということ、うんうん、がまあ有利な、まあ、一つの点だけどね、はい、まあ、巨人の方は苦手なところはね、まあ、広島1、阪神5は残ってるけども、うん、はい、あとはまあヤクルト4、DeNA4、うん、まあ、DeNA は直接対決だから、まあ、好き嫌いもないけどもね、うん、はい、で中日に7、うんうん、だからまあ残してるのは巨人も残してるんだけど、はい、戦いやすいところはね、うん、だけど阪神と当たる時期が悪すぎる、ちょっとそうですね、なんでここの思いっきり台風の目に入ってくるみたいなもんだから、自らね、自らそうですよね、だからそういう意味ではちょっと巨人の方が日程的な不利さは感じるよね、そうですね、あとは2ゲーム差ということを考えると、うん、まあ、DeNA の方がやっぱり有利かなって、そうですね、ただ DeNA の戦い方がいいか悪いかっていうと悪いよね、うんうん、ここに来て決して良くはない、決して良くはない、うん、で巨人がいいかというと決して良くない良くない、良くない、良くない、そうか、で広島上からどっちが来てもいいと思うみたいな、いや思ってる感じです
ですね、恋が。でもどちらかというと巨人に来てほしいんだよ。 DeNA の方が投手力はやっぱ3戦戦うとなったら揃ってるよ。そうですね、うん、まあまあ戸郷があんまり良くないここのとこ、うん、まあ、菅野、うん、山崎よりで行くと思うんだけど、はい、A クラスで広島戦うのに、ね、うん、だけどやっぱ松田であんまり良くないし。そうですね。でまあ、DeNA の方は今永、うん、まあ、バウアーがどうなのかは間に合うかわからないけども、間に合ったらでかいよ、バウアーが大きいですね、ああ、うん、だから今永、今のところは東、はいはい、でバウアーって行きたいんだけども、うん、バウアーがどうかってなってくると、うん、まあ石田かな、うん、ってなってくるんですか、なるかな。だから結局阪神もカーブも3位に巨人ができれば来てほしいなってやっぱり思ってるんです、うん、繋いで点を取るっていうよりも、うん、一発の怖さあっても、はい、まあ、そんなに一発も出ないだろうみたいな、うんうん、まあ、投手を整備して投げさすとね、はい、だから投手力とかいろいろ考えると巨人に来てほしいというですね。いやらしいのはやっぱり DeNA の方だと、うん、ですね。ただやっぱりこの日程とか巡り合わせを見るとどうやら、まあ、ゲーム差も含めて DeNA がやっぱり3位に残るんじゃないか、はいはい、じゃあ続いて、はい、パリーグです。パ リ, パリーグは2位のロッテ、3位ソフトバンク、4位楽天、ここまで分からないですね、どこが守るのか。ロッテとソフトバンクのゲーム差が9月6日時点です、3ゲーム差、3ゲーム、はい、4位楽天と3位ソフトバンクが2ゲーム差です。この3チームだよね。そうですね。でロッテが25試合、ソフトバンクが24試合、楽天が25試合残しているところであんまり変わらないんですよね、残してる試合数は。じゃあ相性だったり日程というふうになってくるとは思うんですが、楽天の勢いを感じるんだよね、うん、今、はい、今、うん、だから、はい、楽天は A クラスに入りそうな気がする。お、まずロッテというよりもまず楽天、いやロッテが安冠とはしてられないと言って、うん、はい、まあ、なぜかというと、はい、やっぱエラーが多い、うん、まあ、ここに来てね、小島が良くなったとか、はい、今が勝ち出したとか、うん、ああ、でも佐々木朗希が入ってくるとまたちょっと変わるな雰囲気が、あのもね、どこかで間に合えばっていうことになってきますもんね、うん、いやだから佐々木朗希次第っていうところもあるし、はい、そうだな、難しいけどな。そうですね。で、まあ、今ここに来て勢いが一番あるのはこの3チームの中で、でも楽天が、楽天がいいよね、いいということで、で楽天はどこのチームと相性がいいかというと、まあ、ソフトバンク、それから、まあ、10勝7敗、はい、まあ、3つの勝ち越しだから、まあ、はい、そんなにもソフトバンクの方は楽天を嫌がってるわけではないと思う。あ、でじゃあこの日本ハムには11勝9敗なので、そこ、あ、じゃあそんなに楽天はあれですか、相性のいいチームっていうのは。でもオリックスに呼ばない、7試合残してる、6勝12敗なんですよね。6勝12敗だったら相当負けてるから相当で、そこと、でもオリックスが優勝決まった後だったらピッチャー休ませるから有利になる。あ、というと日程的にはそのオリックスっていうのは大体どのあたりで優勝決めてきそうな、いや、まあ、阪神と一緒ぐらいじゃない。今マジック15です。だから17、16、17、18ぐらいじゃない。まあそこですよね、とか17の週あたり、うん、っていうと、でオリックス楽天の16、17、18が、はい、オリックス楽天、京セラドーム、京セラか、やだと、やだ、いやこっちも嫌ですねそうか、西武とロッテ、はい、ソフト、日本ハムとソフトバンク、うん、なるほど、決めさせたって、もう初戦で決めさせたらさ、うん、あとゆっくり、あと分主将ゆっくりしようぜみたいな、あ、ちょっと調整に入るぞみたいな。もちろん作戦で動くので、そういうこともあるんですかね。タイトルがどうなってるか、あ、そう、タイトル争いもあるんですかね。トングーが、うんうん、あそこトングー一枚抜けると、うん、まあ、結構楽な打線になるからね、まあ、いるのといないのか、ね、まあ、でも中川も打つし森も打つからないるはいるんですよね。いるはいるけどなかなか打てないんだよね最近ね、うん、どうしてもね、オリックスって投手力っていうのがすごくあるチームなので、だから楽天がここで踏ん張り切れて、はい、2勝1敗ぐらいに優勝を先延ばしにすると、はい、次のカードからオリックスロッテでオリックスロッテ、ほうほう、オリックスロッテ、ロッテはね、6勝10敗です、ね、しかし楽じゃないのが楽天がソフトバンクとやる、そうかそうかそうか、そうするとソフトバンクが楽じゃないんですね。10勝7敗で楽天はソフトバンクにいいので、なんかここお互いいやなんか難しいな、この戦いは難しい、ね、ただロッテはソフトバンクに3ゲームつけてるわけでしょ、そうです、
やっぱその3ゲームっていうのは効きそうな感じがするけど、でも楽天が仮にソフトバンクをひっくり返して A クラスに顔突っ込んだ時には射程圏内に入れてくるかもな。本当楽天とソフトバンクが2ゲームしかないので十分にそれありえますよね。だから2位まで5ゲームでしょ。そうです、わずか。ここまで持ってきたっていうのは相当勢いあったよ。で、そうですよね。いかにロッテが失速したかだよ。確かに。もうエラーはひどいもん。ちょっとそれ8月に20何個やってるの。8月単体だけでですもんね。これどうなっていきますかね。どうわからんって。あれちょっと待って。この動画ですよ。いやただもう嫌なこと言えばさ、ポランコが3打席連続ホームラン。はい。今年2試合やってるんだけど、うん、全部ソロなの。うん。2試合とも負けてるとか。ポランコ普通3試合連続打ったら勝つけどな。なんでなんでしょうかね、まあ、単発で打ってるってことですよね。だから前にランナーが溜まってないってことになっちゃう。いやだから西野が勝てなくなってきた。だからとはいえ3位までには入りそうじゃないですか、ロッテ。まあ3位までには入る、うんうんうん、ですよね。だから俺は楽天かソフトバンクだと思う。どっちで有利なのは俺は勢い的には楽天、はい。でソフトバンクはあこれをきっかけに行くなと思ったら次の日なんか全然だったりとかさ、はい、あこれソフトバンク元気ないなと思ったら次の日退場するとか、はい、もうつかみどころがないんだよ今年のソフトバンク。確かにそうです、ね、持続性がないんだよ。うん、だから分からないんだけど、はい、そうだな、楽天がなんか来そうな気がするよ。ちなみにソフトバンクなんですけど唯一オリックスに対等で11勝10敗でソフトバンクです。ソフトバンクと何試合？ソフトバンクと3試合か。はい、そうね。でソフトバンクはロッテと相性悪いです。8勝12敗ロッテには負け越してます。あと楽天にも7勝10敗で負け越してるですよ。この唯一ロッテと楽天にソフトバンク相性が悪いんですよ。ちょっと待ってね、はい、これね何が起きました。この動画いつ出すかわからないんだけど、はい、8日からはロッテオリックスなんだよ。ロッテオリックス、はい、ここでがっつり行かれるとはい、ソフトバンク楽天がその裏で直接対決してるんだよ、はい、がっつり行った方が A クラス来るな。お、今週末がじゃあいわゆる、いやこれはお前見逃せないよお前何かに気づいたんですね今その。いやいやここはシビアだなと思ってさ。なるほど、7日ソフトバンクロッテ、8日ロッテオリックスソフトバンク楽天、9日ロッテオリックスソフトバンク楽天、この3連戦8、9、10、はあ、これは一つの方向性を決めるな。これもしかすると9月の10日ソフトバンクと楽天が入れ替わって3位4位は十分可能性はありますよね。ここでもしロッテがオリックスにちょっと完敗するようなことがあるとロッテも一緒に下がってくる。楽天が、いやだからそうか2位近く、ここお前把握しばって頑張らないと奥は欠けるぐらい。いや、いや本当に飛んでってもいいですよ。いや飛んでってもいいだろう。そうか、これ頑張らないとダメだよ。楽天はここ一気に行きたいですね。これ一気に行くチャンスが来てるんだよ。ここでピッチャーは何同士が当たるんだろう。何同士、うん、いや結構則本とか、うん、楽天はね、はい、則本、岸、マー君行くかなそこでとか、はい、いや行くと思う。そうするとでソフトバンクが石川とか、あ石川、はいはい石川、和田、バンドと、まあ、バンドもあるかもわからないし、うん、しかし豊さん、まあ、今9月6日時点なんですけれども、はいはい、ちょっと台風の影響、まあ、ZOZO が危ないよな。そうですね、でも8日ソフトバンクなくてはペイペイだから、あ関係ないですね。九州はまあ関係ない、関東だとやっぱちょっと ZOZO がそうそうそう、中止になる分どっかに振り替えになる可能性があるロッテオリックス。これ振り替えになった時に日程調整がまた大変でダブルヘッダーがなるかもかな。ありえますかね。あ、まあ、でも優勝チームはダブルヘッダーほとんどないから、うん、先に入れていくと思うけど。あ、そっかそっかそっか。でも優勝が決まった後だったらロッテラッキーだよな。ラッキーです。そうですよ、これ流すだけ流すんじゃない。いやそれも手のでいいんですよ。そうそうそう、勝負のうちですから。もちろんそうかそうか、まあ、台風の影響でこの時ゲームができてるかできてないのかによってもまた変わってくるでしょうし、そうか8日9日、そうですね、この週末でゲーム差がどうなってるのかですね。9月11日に例えばその台風の影響で予備日で入るんじゃないの。ありますかね、ロッテ可能性はある、ね、オリックスがまあ12日からエスコンなのでできないことはないはないですよね。でロッテそのまま ZOZO で楽天と直接対決ってこともありえますね。ロッテがいやもうしょうがない、5連戦とかも
あるね、平気で。楽天いやいや、そう、あるよ。ありますね。この前、お前、日本ハム戦のお前、2つ流してるんですよ、雨で。あ、そうか、そうなんだ、うん、タイトになってくる。それも、はい。いや、もう日程的にはタイトになってくると。そっか。では10連戦です。そうだ。楽天10連戦。いや、まあ、でも、連戦した方がいい時もあるしな。あ、調子いい時、そうですよね。だから、これは一概にこう、ダメだとか言えない。ただまだ9月、その台風がこれからもね、一番多い時期なので、そうなんだよな、ちょっと日程が崩れるな、これな。そうですね、うん、本当特にやっぱ仙台はな、壊れそうだよな。この前流れましたもんね、うん、ドームじゃないからな、うん、そうなってくるとドームの方が有利かいや日程的によ、うん、そうするとペイペイ、そうですね。あ、ソフトバンクが本当 A クラスに入るっていうのももちろん十分考えられますよね。あれさ、テクノロジーかなんかで、うん、こうポンって上げたら、うん、ドームになるようなシステムってできないのかね。テクノロジーでですか。なんかできそうな感じがするじゃん、うん、ポンってなんか打ち上げたら、ね、ポンって雨全部弾いてくれる。そんなテクノロジーあるんですかね。でも雨を降らす、あの、あるわけでしょ。あります。逆もありますもん、うん、払うっていうのも。じゃあ払えばいいんじゃない。テクノロジーありますよね。でも楽天だな、うん、楽天と ZOZO で払う。そう、払う。それがね、まあできてからの話。いや、楽天だったらそこら辺は持ってんじゃないの。そんな持ってねえか。持ってないと、そんなに持ってないとは思うんですけど。か、確かに、まあ、ちょっとパ・リーグが、まあ、分からないけど、うん、これ考えると、まあ、佐々木朗希が本当に投げれるようになったとしたら、ロッテはなんか残りそうな感じ。A クラスに、一騎打ちになるのはソフトバンクと楽天、はい、日程的にはソフトバンク、はい、勢い的には楽天、うん、じゃあどっちなんだって絶対コメントが来る、うん、絶対来ますね、うん、楽天それは最後なぜこれはなぜかというと、はい、上がり目の選手が出てきているという、島内だったりとか、はい、こう今まで苦しんでた選手たちがこう調子を上げてきているし、阿部、はい、も良くなった。うん、そうですね。そうです、はい、王郷が一頃よりもちょっと、ああ王郷元気なくなったのとまた上がってきてるんだよ、うん、だからそういう面では上がり目の選手っていうのは楽天の方が多いということだよ、うん、だからまあそういうことを考えると、うん、まあ、楽天が基礎の感じがするなと思うんで、うん、ただソフトバンクは試合巧者多いからな。あ、そうですね、うん、だからまあそう、でもあそこは柳田と近藤ぐらいだもんな、今勢いが。そうですね、まあ、今宮が入った時は今宮は仕事してくれるけどさ、うん、まあ、なかなか苦しいよな。そうですね、だからまあ楽天にしときます。わかりました。ただね、今あの4位っていうふうに置かれちゃったチームのファンの方も落胆せずに裏切りとか落胆してる人なんか一人もいないよ。一人もいないです。お前のどうせ、あ、やったって言ってるやつよ。おっしゃ。いや、お前が言ってくれた逆目出るぞみたいな。そう、だからあの、どのチームのファンの方に逆に A クラスにした人が怒ってるもんね。なんでだよみたいな。お前逆言えよみたいな。楽天のファンとかね。もう分かってるから、コメントは。もう描けてるから。そうですよね、想像できてるんで、はい。じゃあ、こういったところも含めながら、残りの試合ちょっと楽しんでいきましょう。はい。